最近読んだ小説9作一挙紹介。ごきげんよう、ベルです。今日も本を読む文学 YouTuber です。またここ1ヶ月ほどで読んだ本が増えてまいりましたので、一気に9作全部で12冊、紹介していきたいと思います。文庫本、単行本、児童書の順に紹介していきます。皆さんの読書の参考になれば幸いです。それでは1作品目、柚木優子さんの最後の証人。これ2018年のカドフェスの帯なんですけれども、今年のカドフェスの大賞本にもなっています。すごく面白かったです。ちょっとあらすじ読みますね。検事を辞して弁護士に転身した坂田貞人のもとに殺人事件の弁護依頼が舞い込む。ホテルの密室で男女の痴情のもつれが引き起こした刺殺事件。現場の状況証拠などから被告人は有罪が濃厚とされていた。それにもかかわらず坂田は弁護を引き受けた。面白くなりそうだから。坂田は法廷で若手敏腕検事真央と対峙しながら事件の裏に隠された真相を手繰り寄せていく。やがて7年前に起きたある交通事故の関連が明らかになり、元検事なので、検事の坂田貞人シリーズっていうのがあるんですけれども、こちらは弁護士編ですね。単体で読んでも面白いです。ジャンルとしてはリーガルサスペンスですね。坂田は普段の生活がちょっとだらしない部分があって、そこを助手的な立場の女性が教えたたく描写があって、なんかそこはリーガルハイの小見方先生と助手、ガッキーがやってましたけどに似てるななんて思いました。でも中身はコミカルではなくて、かなり緻密に練り上げられているストーリーです。何よりの特徴が被告人がわからないっていうところなんですよ。普通は訴えられている被告人、それが弁護士に依頼してるってなったら、その依頼人が誰かってわかるじゃないですか。それが最後まで、オチになるまでわからないんですよ。私は割と途中で気づいちゃったんですけど、その後も逆転のストーリーが待っているので、最後まで気が抜けません。もちろんメインは事件の真相を暴いていくことではありますが、その中に秘められている人間ドラマというのも見どころです。私が最近半沢直樹を見ているからかもしれない、というか坂井雅人さんばっかり例に出すんですが、司法の闇っていうのがね、結構垣間見えるんですよ。もともと検事だったっていうこともあって、そこを辞めた理由が明かされています。これがまたね、大人の世界ですねっていう感じ。元検事、現刑事担当の弁護士ということは、法廷においてその元いた場所の人たち、検事とバトルしなくちゃいけないわけですよね。これがまたね、バチバチもんですわ。相手の検事っていうのもめちゃくちゃ頭が切れるエリートで、なおかつその上司というのが自分にとっての元上司、同僚なわけですよ。坂田頑張れみたいな、倍返しならぬ恩返しならぬ覆しだーなんて思いながら読んでおりました。弁護士といえば異議ありみたいなね、法廷でのシーンがやはり印象に残りますが、それまでの準備、もう地道な活動っていうのがね、身を結んでいくんだなというふうに感じました。今思った、なんか面白かったからついついこうテンション高めに話しちゃったんですけど、この本のノリとしては割と落ち着きめで、ただ目が離せなくて一気に読んじゃうわ、そういう感じなので、ギャップにはお気をつけください。最後に、私がこの作品の中でテーマだと思っている一文があります。罪は代替できるものじゃない、その人間が犯した罪で裁かれなければ意味がない。これは事件の真相にも関わることだし、坂田が検事を辞めた理由にも関わります。そして明らかに犯罪と言われる現象が起きているという場面においても、本当のことはわからないっていう状況があるわけですよね。だから、ネットリンチとかいろいろありますけれども、気軽に人を裁いてはいけないなっていうふうに思いました。続いて2作品目、青月海里著、もののけ森の百鬼夜行。そう、これね、皆さんに言わなくちゃいけないことがあって、以前に私カドフェス2020の大賞本を一気紹介するという動画を出しました。この作品カドフェス2020の大賞本なんですが、冊子には載っていない幻の一冊なんですよ。というのも、初版の発行が7月25日なんですね。カドフェスって6月からやってるから、その時にはまだ発売してなかった。だからなかなか気づけない一冊なのではないかと思います。私もノベルズの方からプレゼントでいただいて、あれ、これ最初にあったっけ、ない、あ、こういうパターンもあるんだって知ったんですよ。で、もうこの蒸し暑い中、せめて夏に一冊はホラーの本を読もうと思って読了しました。あらすじ読んでいきますね。
東京都台東区三森、またの名をもののけ森と呼び、ご神木に巫女が読み入りしたという伝説があった。その末裔の道明いつかは常世のものと心を交わし妖怪と暮らす少年。同じクラスに転校してきた東野純は森に迷い込んだところをいつかに助けられ仲良くなりたいと思う。しかしなぜか僕に近づかないようにと言われてしまう。それでも諦めずいつかの家に通うのだが、二人の少年と仲間の妖怪たちによる怪事件謎解き青春物語。有楽町お化け駄菓子屋、歌舞伎町お化け写真館の著者によるシリーズ第一作目です。確かにそう言われて、あ、これはシリーズもののこう序盤のところだなっていうのは読んでいて感じました。ジャンルとしてはホラーのキャラクター文芸かなと思います。といってももののけがワイワイにぎやかにやっている感じなので怖さがそんなにありません。だからホラー苦手よっていう人も読めると思います。イメージとしては川名部教祭っていう浮世絵師のまさに百鬼夜行っていうね屏風があるんですが、そんな感じ。キャラ文で学園もので、そして文章の感じからも10代にハマるんじゃないかなと思います。読書が好きな子だったらもう小学5、6年生とかでも楽しめるはず。転校生である純くんはもののけが見える体質なんですよね。そしてこのもののけ森を、取り仕切っている一族のお坊ちゃんがいつかくん、彼はもうもはやもののけと住んでるっていうレベル。仲間のような、いいもののけっていうのかな、もういればちょっと悪い気を持っているものもいて、それが悪さをして現実の世界で何かトラブルが起きるってなった時に、純くんが何かと絡んでいて、でいつかくんと助け合うというか助けられてってい う絶妙な距離の関係。ただいつかくんは基本的に純くんのことをすごく引き離す、めちゃめちゃ塩対応で、それはなぜかというとお楽しみですね。純くんがいつかくんに近づきたい、いつかくんも悪い気はしないっていうこのなんかいじらしいところがね、女子にはたまらない部分があるのではないでしょうか。話は続いてはいるんですけど3話構成なのであっという間に読めちゃうかなと思います。3作目が西加奈子さんのさらば上中下、中間の中間ぐらいまで読んでたんですけど、やっと最後まで読み切りました。いやもうこれはね規模が違いましたね。単体で書評動画出そうと思っているのでここではさらりとまずはあらすじ。僕はこの世界に左足から登場した。阿久津歩は父の海外赴任先であるイランの病院で生を受けた。その後父母そして問題児の姉と共にイラン革命のために帰国を余儀なくされた歩は大阪での新生活を始める。幼稚園小学校で周囲にすぐ溶け込めた歩と違って姉は御神木と呼ばれ孤立を深めていった。そんな折父の新たな赴任先がエジプトに決まる。メイド付きの豪華なマンション住まい、初めてのピラミッド、日本人学校に通うことになった歩はある日ヤコブというエジプト人の少年と出会うことになる。今までこんな3冊あるからとか言って躊躇してたんですけど、もうそう思ってたあの日の自分に物申したいですね。スタイルとしては今もう30代の阿久津歩が自分が生まれてからの半生というのを、家族、友情、恋愛、海外での生活、宗教などなどをこう絡めて振り返っていくというものです。だからさ、すごく乱暴な言い方するとおじさんの過去語りなわけじゃん。それって聞いただけだとあんまり面白いって思わないでしょ。なのにさ、なんでこんなに面白いんですか。もうさ、体感 1.5 巻ぐらい、めっちゃくちゃ吸い込まれた。あ、人の人生にこれだけのめり込んだのは初めてだなって。で、上巻の後ろの方でさらばの意味を分かるんですけど、それがもう最後の下巻につながるんですよね。感動します。さすが直木賞、これは一生に一度は読んでおきたい作品に入るのではないでしょうか。もうね、読んではいるけど。文庫本は以上です。次は単行本に行きましょう。今回すごく偏ってて芥川賞系です。一冊目は今村夏子さんの木になった朝。書影がすごく綺麗ですよね。私読んだ後すぐにこの総画を担当している木原美咲さんのインスタフォローしました。著者の今村夏子さんといえば、そう、紫のスカートの女で芥川賞を受賞された作家さんです。そちらは書評動画出ておりますので、よかったらご覧ください。
そうだ、星の子は映画化が決定して、芦田愛菜さんが主演ですよね。そして最新作がこの気になった阿蘇です。王様のブランチであいみょんさんが自分には絶対思いつかない本ということでおすすめされてました。でね、私はそんな情報も知らずに紫のスカートの女好きだったから最新作は気になるわということで読んでみたわけですが、まず構成としては短編集で3編入っています。兄弟作の気になった朝、的になった波、ある夜の思い出、タイトルでも分かったかもしれませんが、1作目と2作目は設定が似ているんですよね。ただインパクトが強く残るのはやっぱり兄弟作の気になった朝かなと思うので、帯読んでみましょう。食べてお願い、私の手から誰かに食べさせたい。願いが叶って杉の木に転生した朝は、割り箸になって若者と出会った。奇妙で不穏で美しい3つの愛の物語。今愛の物語って言われて、そっか、これ愛の物語だったんだって思うぐらいぶっ飛んでますさらっと言ったけど、杉の木に転生した朝は割り箸になってって、もう普通じゃ追いつかないですよね。だから気になった朝に関しては詳しくお話ししようと思うんですけど、主人公の朝、女の子は生まれた時から強烈なコンプレックスというか特徴を持っていました。それは自分の手から誰も物を食べてくれないというものです。どういうことかっていうと、自分が美味しいなって思っている、お菓子とかをね、こう友達にあげてもいらないって言われちゃう。給食で配膳しても自分のだけ誰も食べない手作りしたものも家族でさえ満腹丸って言っていらないと。相当しんどいですよね、なんでか知らんけど。でその間にグレて施設行ってみたいな話もあるんですけど、もうこんなことなら木になりたいって思ったんですね。あるじゃないですか、鳥になって空を自由に飛びたいわみたいな。だって木だったら美味しい実がなって、それを動物が食べてくれるじゃない。で転生したのが杉の木、実がないんかいっていうね。ただ運よく割り箸になることができて、コンビニである若者の元に渡りました。ここまでは帯に書いてあるからネタバレじゃないかなと思うんですけど、こっからちょっとネタバレするので、真っさらな状態で読みたいという人は飛ばしてください。その若者はなんと割り箸を使い捨てずにずっと置いててくれたんですね。しかも若者の家には枕になったマナ、ドアノブになったショウ、掛け布団になったユータなどなど、たくさんの転生した同じような悩みを抱えていたであろう仲間がいたんです。そういう存在をすごく大切にしていた若者の元で暮らすのは幸せなことなんですが、旗から見たらゴミ屋敷なんですよね。このゴミ屋敷をネタにしてテレビ番組のね、スタッフがやってくることもあれば、最終的には行政の手にかかると。さあ朝たちはどうするっていう話です。この落ち葉はちょっと安倍工房の壁に似たようなところあったかななんて思って、いろんな家の周りにあるこう主人公の身だしなみを整えるようなグッズたちがこう反抗的な態度を取るっていうね2作目は的になった波なので、ドッジボールとかでも絶対に当たらないっていう、今度はそういう特徴を持った主人公です。こういうヘンテコファンタジーのお話をどう解釈していくのかっていうのも面白いですよね。私は、ここまでね行き過ぎていなくても、例えば自分は世の中にとって不要な個性を持ってるなとか、なんか邪魔な個性を持ってるなって思った時に変身願望を持つ、それは割とよくあることなんじゃないかなって思うんです。と一冊共通してのテーマは承認欲求かなって思っています。もう堅くなに見てくれないじゃないですか、それを見てほしいっていうこの承認欲求ね。それが転生したら認められた幸せ、でもその幸せって他人からは理解できない形ですよね。で最後はその幸せが壊されそうになっている。最初の方はすごい理解者が一人でもいればなぁなんて思ってたんですけど、現れてもなおこうしっくりいかないこともあるのかなぁなんて。あとね、刹那的ではあるんですけど、この満たされてない状況っていうのが恋をすると和らぐんですよ。以前誰も食べてはくれないんだけど、こう優しい言葉をかけてもらって恋に目覚めたら気にならなくなる。それは果たしていいことなのか、それとも騙している騙されていると考えるかなんていう風にね、想像が膨らみました。他のね2作も面白かったのでぜひ読んでみてください。単行本2冊目は高山羽子さんの首里の馬。
はい、こちら第163回芥川賞受賞作です。私以前に池澤春菜さんと高山羽子さん教授の台湾のガイドブックを動画で紹介したんですが、その直後にもう芥川賞受賞されて、勝手にね運命めいたものを感じております。いやね、今まで読んだどの本とも似つかない新しい感覚の本でしたね。帯読んでみます。沖縄の古びた郷土資料館に眠る数多の記録。中学生の頃から資料の整理を手伝っている美奈子は、世界の果ての遠く隔たった場所にいる人たちにオンライン通話でクイズを出題するオペレーターの仕事をしていた。ある台風の夜、幻の都馬が庭に迷い込んできて、ね、書評の感じからもちょっとファンタジー感漂うと思うんですけど、ありそうでなさそうで、なさそうでありそうで、もうそんな感じで漂っております。舞台が沖縄、そして歴史についても触れていくので、ある程度ざっくりと沖縄について知っていた方がいいのかなという気はしています。テーマの一つに孤独が挙げられます。美奈子は両親を亡くしているので今一人暮らし、そしてもともと人付き合いが得意なわけでもなかったので、少女時代から唯一の居所は資料館でした。資料館には民族学者のヨリさんという方がいるんですが、もう今はもう結構年を取ってしまっています。そこで美奈子はずっと資料の整理作業をしているんですが、これはお金になる仕事ではないので、他の仕事としてクイズのオペレーターをやってるわけですね。世界の遠くにいる知らない人たちとクイズでやり取りをする。正式名称は孤独な業務従事者への定期的な通信による精神的ケアと知性の共有。つまり通信相手も孤独な状況にいるということです。すごく古いパソコンでクイズの形式っていうのも3つの単語を言って答えを出してもらうっていう、変わったものなんですけど、絶妙な距離感を保ちながらもポロッと出てくる個人的な情報に少し心を通わせている、そんな感じです。美奈子はちょっと消極的なタイプなんですかね。やらなくても生きていけることをする気力があまりないと文章にもありますし、この資料の整理作業というのも自分は別にその研究する必要はない、研究者じゃないから、ただ黙々と作業を進めるだけだ、そんなスタンスなんですね。その一連の流れには沖縄なき子、歴史というものがこう挟まれて、である日庭に都馬が現れるんですよ。これもね、都馬が何かっていうのを調べると、すごく意味のあることだなっていうのが分かるんですけど、今や天然記念物で、かつて琉球競馬っていう、こう美しさで競う、競馬で活躍していた種類。この都馬との出会い以降、この資料の整理作業の進捗、結末、クイズをしている相手の素性、この都馬をどうするのか、なんていうことが変わっていきます。あんまり変化を求めてなさそうな美奈子に変化が訪れる。ところどころアーカイブっていう言葉が出てくるんですけど、その知識の共有とか、あるいは知らないことへの恐怖みたいなものが織り込まれていますね。昔の情報を得ようって思った時に、何か災害がきっかけだったり悪いことがきっかけだったりして過去を振り返るっていうことがあるじゃないですか。だから本来情報は使われない方がいいと。でも記録された情報はいつか命を守るかもしれない、そういうものにずっと美奈子は触れていたんだなっていうことが分かります。めちゃくちゃ魅力伝えるのが難しいな。実際ね、ちょっとまだ消化不良のところがあるんですよ。例えば最後に美奈子がオリジナルのクイズを出すんですけど、その答えがね、分からないんですよ。読んだ人で最後のクイズこういう意味だと思ったっていうのあったら、ぜひ教えてくださいとコメントで切実に知りたい。私沖縄行ったことがなくて、その沖縄市っていうのも全然知らなかったので、この物語と一緒に知ることができてすごく良かったなって思います。単行本3冊目4冊目は一気に紹介します。遠野遥さんの改良と同じく遠野遥さんの破局。第163回芥川賞はダブル受賞でして、先ほどの首里の馬、そして遠野遥さんの破局が見事受賞でございます。私は芥川賞候補のニュースで遠野遥さんの名前は知って、で受賞されて読もうって決めたんですよね。いや、読んでよかったですよ。最近読んだ本の中で一番好きでした。私の好みでしたね、完全に。でもう単体で書評動画は出そうと思っているので、ここではね詳しく言いません。多分もう止まらなくなるから一応帯のね概要を読んでみましょうか。私を阻むものは私自身に他ならない。
ラグビー、筋トレ、恋とセックス、2人の女を行き来するいびつなキャンパスライフ、28歳の記載が放つ新時代の虚無。芥川賞らしいって言ったらあれなんですけど、性描写と暴力シーンっていうのはあるので、そこは注意が必要かなと思います。文章はすごく読みやすいです。私は理屈は通ってる、なんか合ってるんだけど、突き詰めるとおかしな方向行って狂っちゃうっていう話が好きなんですよね。まさにそういう感じ、すごくいびつな感じがたまらなかったです。いろいろメタファーもあるし、まあ、純文学だから芸術性重視で、そのはっきり何かっていうのはわからないんだけれども、大筋は三角関係の話なので、なんか気になって一気読みしちゃうっていう感覚になるかなと思います。作者が28歳、そして主人公が大学生ということもあるので、まあ、18ぐらいから30ぐらいまでね、響くんじゃないかなって思うんですよね。まあでもちょっと難しいわっていう人もいるかもしれないので、まあ、そこは私の解釈とか、こう読み方サポートみたいな感じで、まあ、動画作っていきたいなって思っています。でまあね、破局はそこまでにしておきまして、ハマりにハマった私は遠野さんのデビュー作である文芸賞受賞作改良、こちらももう読了しております。ちょっと手遅れかもしれないんですけど、性的な話なしに語れない作品だと思っているので、まあ、そういうのがちょくちょく入るということはご了承ください。メイクやコーディネート、女性らしい仕草の研究、美しくなるために努力する大学生の私はコールセンターのバイトで稼いだ金を美容とデリヘルに費やしていた。やがて私は他人に自分の女装した姿を見てほしいと思うようになる。美しさを他人に認められたい。唯一抱いたその望みが性をめぐる理不尽な暴力とともに絶望の頂へと私を導いていく。一言で言うなら美意識過剰な作品でした。主人公はまたもや大学生の男性です。で彼は女性的な美しさに憧れを抱いています。だから自分でもメイクを研究して、ウィッグを買っておしゃれしてっていうのを一人で楽しんでいる。一方でデリヘル常習者、大学生にしてっていうところもあって、まあ、男性的な部分もそれなりにしっかりとという感じです。このなんかいびつな感じが何重もあるんですよね。主人公はその女性的な、美しさというのには程遠い存在になりますから、素の自分に対してはコンプレックスを抱いているわけですよね。帯に書いてある本文の引用があるんですけど、性器を勃起させながら私は悔しかった、女は私よりもずっと美しかった、それはおそらく誰もが認めるところだし、私もできることならあのようになりたかった、あのような美しい姿で生まれたかった、美しい顔や足を持ち見る者を魅了したかった、どうして私は美しくないのだろう。もうね、この本の全てかなって思うところもあるんですけど、めちゃくちゃ自分に対して、まあ、コンプレックスがあるにもかかわらず、いやだからこそなのかもしれないんですけど、他人の、まあ、顔とか美に対してのジャッジがめちゃくちゃ厳しいんですよ。まあ、あいつブスだから勝ちねえみたいな心理を持ってるのね。まあ、こういう人ちょっといるっちゃいますよね。自分の見た目に興味ないも整形したいみたいなことを言いながら、あの人なんか顔整ってないとか、あの人でもデブだからとかいうさ、こういうなんかいびつな構造ね。さらにですよ、主人公にはコールセンターで一緒にバイトしている旧友のつくねちゃんっていう子がいるんですよね。その女の子のことを、主人公は、まあ、ブスだとジャッジしている。でそのつくねちゃんの家に行くっていう段があるんですけど、そこでね、ワンチャン狙ってるんですよ。ほえーっていうね、しっかりそこはやるとこやるんかいみたいなね、またこのなんかいびつな感じで、でもなんか分からなくないでしょ。そうやって美しいものが好きだなんだって、言ってるけど反応するものは反応しちゃうみたいな。で美の研究の方もどん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 、進んでいきまして、欲が出ちゃうんですね。この姿を誰かに認められたい、承認欲求。そっからね、もう雪崩みたいにダダダダダダダって崩れていくので、まあ、それを気持ちいいと感じるか、ああって思うか。この作品は性の多様性、そのジェンダー的に語られることもあるみたいで、まあ、確かにそういう部分あるんですよね。私も最初はトランスジェンダーのお話かなって思っていましたし、どうして女性と男性とでかくあるべきという姿が違うのだろう、女性は毛を剃るべきで男性はそのままにしておくべきだと、そんなことを一体どこの誰が決めたのだろう、なんていう描写もあります。ただ、まあ、私はもう単純に美を追求しているお話じゃないかなみたいに思ったので、まあ、そこの部分を取り上げて話してみました。そういった内容が私という語り手にもかかわらず、どこか第三者目線のような、他人行儀のようなクールに淡々と進んでいくっていうのもまた良かったですね。どっちから読むっていう話でいくと、
回路の方はすごいシンプルなんですけど、やっぱり破局から読んでみるのがいいんじゃないかななんて思っています。あ、特に慶大生、明らかに慶応大学だなって思われる描写が出てくるので。単行本は今回純文学だったので、やっぱ伝えるのがすごく難しいですね。ここいらで児童書に参りましょう。児童文学一冊目は、神戸春馬著、僕の祭り縫い、手芸男子は好きって言えない。あらすじいきます。怪我でサッカー部を休んでいた針宮優斗はクラスメイトの伊藤さんによって被服部の助っ人にされてしまう。サッカー仲間のカイトには隠したまま被服部に通ううちに、優斗は手芸が大好きなのに一方でそれを恥ずかしいと思う自分の気持ちに向き合っていく。本当に好きなことに正直になりたい手芸男子ストーリー。なんかさ、鈴木瑠璃香さんの明日のお時間割の中でも家庭科部に入った男子の話がありましたよね。今の時代でかつ大人であれば、どんな趣味を楽しんでようが何を好きだろうが、あまりちゃちゃ入れられるっていうことは少ないかなって思うんですよね。ただこうこと幼少期思春期ともなると、なんとなく、性別でねやることが決められているようなこう見えない壁みたいなのが出現する時もあるんじゃないかなと思うんです。まあ、例えば男の子がねピンク色が好きって言ったら、うわ女っぽいとかって、これね男女じゃなくて同性内でもあるんですよ。例えばお人形遊び一つとっても、私はバービーがちっちゃい頃から大好き、もう今でも好きなんですけど、バービーが好きで、お人形遊びはもっぱらバービーだったんですけど、周りはリカちゃん人形が好きというか、まあ、それがスタンダードになってて、だからちょっとなんか変なのみたいな感じになるんだよね。そうするとちょっと自信なくなるし、なんか無難な方にしておこうかなって思うし、まあ、あんま言わないでおこうってなるし、これのいかにもったいないことかということで、暇さえあれば巾着袋を縫っている、ゆうとくんが自分の気持ちに正直になって付き合うべき人たちと関わって成長していく物語です。ここに出てくるキャラで針宮くんもねもちろんいいんだけど、割とこうシャイなタイプなのね。で、同じ被服部の糸井さんっていうのがガツガツゲーで、この子がねすごい惜しい。例えばね、そんなの知らないって言われても、じゃあ今知りましたね、俺地味キャラだし。そうなの、私なんて針宮くんの100倍くらい地味キャラだよ。ももちゃんっていう手芸屋さんをやっているこう性別不明のね人がいて、まあ、そこで生地とか買ったりするんだけど、そこのももちゃんもよくて、ももちゃんにはわからないよ、そりゃそうだよ、だから聞いてるんじゃん、こんな友達欲しい。出てくる子みんな柔軟で、やっぱり自分が好きなことを表明できて、それについていいよねって言ってくれることってすごい幸せ度高いですよね。大人になってもなかなかできなくないですか。本当はこういう道進みたかったんだけど、なんか親がこう言ったからとか、なんか世間的にこうだからっていうので進んじゃって、未だにこう本当にやりたかったことの気持ちが残っちゃってて、でもそれをもし突き進めて表明できていいねって言われた時のパワーたるやって思うんですよ。それをね中学2年生にして突破してるわけですから。あ、1年生か。理想言っちゃえば、そういう男女差とかにとらわれて言えないのはおかしいとか、そのなんとか男子なんとか女子ってくくるのは良くないってあると思うんですけど、まだ過渡期だし、それについて悩んでる人がいるっていうのも事実だと思うので、こう図書室にそっと置いてやったらね、いい作品なんじゃないかなって思います。で、私が手芸女子かどうかっていう話なんですけど、もう全然ダメですね。もうそれこそ手芸男子に助けられた記憶があります。中学の時に生徒会で体育祭のこうなんか横断幕みたいなのを作るのがあったので、この幕の端を輪っかにして、ここを縫うことによって支柱を入れられるって、そういうのを作る必要があったんです。で、メンバーと家庭科室に行って、まあ、それぞれ1枚ミシンで縫っていくんですけど、仮止めしてたんだけど、なんかうねうね斜めっちゃって、もう支柱ギリギリ入んないみたいな感じになったところで、あ、俺ミシンできるよとか言って、先輩がダダダダダダダって綺麗に縫ってくれたんですよ。惚れるかと思ったよね。はい、まあ、そんな思い出補正もあってね、手芸できる人素敵だと思います。児童書最後ですね、2冊目3冊目一気に紹介します。松本めぐりさんの保健室経由金山本館、保健室経由金山本館2。初演にワクワクする。これジャケ読みするよね。これは人間関係に悩む中学生が、いつもの中学校に第二保健室というものがあるということ
発見して、そこの地下にある温泉で癒されながら自分に向き合っていくっていう物語です。でも第二保健室には金山先生っていう、もうメガネが曇ってて髪の毛チリチリのちょっと見た目的にヤマンバと思ってしまうような怪しげな先生がおりまして、で地下の湯治場温泉には、おかみさんのさよこさんってすごい美しい女性と、見た目的には小学生ぐらいのキヨっていう、まあ、お手伝いしている子がいます。さらに規則が2つあって、1、紫色ののれんは決して覗いてはならない。2、金山本館の話を元の世界でしてはならない。これを破ると金山本館にいたっていう記憶が全部なくなってしまうんですよね。一巻の主人公はサーマちゃん、彼女は転校生なんですけど、もともと明るい性格で空気も読めてっていう人気者の素質を持っているのでうまくやってたんですが、ある時その仲良しグループからサーマってちょっとしんどいって言われて、なんかそこから自分が発言するとシーンってなったり、なんかわかるでしょ、あの嫌な雰囲気っていうのが出てきて、すごく学校に居づらくなるんですね。さらに、まあ、家族もまだ引っ越したてで生活に慣れてないんですよね。お父さんお母さんお兄ちゃんいるんですけど、まあ、そことのちょっとしたすれ違いみたいなものあって、で都度モヤモヤしているんですけれど、その時にあった効能のお湯に呼ばれるんですよ。まあ、効能っていうとなんかリウマチとか腰痛とか聞くかもしれませんが、ここでの効能というのは昇進、受容、嫉妬などなど複雑な感情なんですよね。これって誰にでもあるけど、説明するとなるとすごく難しいじゃないですか。それをこの本はやってのけていると、まあ、学校家以外の逃げ場所、完全に味方となってくれる安全地帯があって、そこで美味しいご飯と温かいお湯に浸かって癒されて、そうするとだんだん、まあ、現実にも向き合える力が蓄えられますよね。期限付きの場所、しかも現実と違う場所なので、やっぱり自分でどこか戦わなくちゃいけない部分があるわけです。だからこういう被害者的な立場にある時って絶対何にも悪くない、何にも悪くないけれども、なんか見方を変えるとかっていうことはできるじゃないですか、自分の方で。やっぱ人を変えることは難しいから、その問題とは違うんだけど、これをきっかけに一回自分を洗い出してみる、そういったヒントもくれているところが良かったなって思います。さらに相手側にもなんかいろいろな問題があるということも知り、でも無理やり仲直りに持ってかないっていうところも、まあ、良かったなって思います。で2巻の方は男の子2人が主人公です。彼らは学校の友達じゃなくて湯治場で出会った親友なんですよ。そう、この1巻にも言えることなんですけど、やっぱり同じ学校での友達作りってすごい難しいよね。なんかライバル的でもあるし、気の合う人がいないのになんとなく輪に入らなくちゃいけない部分もあって、でも金山本館だったらなんか変な利害関係みたいなのもないし、やっぱり誰もが一人でいたいわけじゃないから、いい人間関係が作れて、まあ、それも自信につながっていくんですよね。2巻ではこの赤髪のアツくんとうちの黒髪の千葉くんが一緒にお笑いコンビを組んでいます。なんですが、なんとプロローグの時点でアツくんの方が紫ののれんをくぐって規則を破ってしまったっていうことが発覚で、それまでの出来事、そしてなぜアツくんがのれんをくぐってしまったのかっていうことを解明し、なんとか会える方法はないのかと模索していきます。1巻の方は結構内面に迫る感じ、2巻の方はポップで勢いがあると思います。でね、2人の主人公ははつらつとして見えると思うんですけど、やっぱり湯治場にいるっていうことはそれなりに悩みがあるということですよね。その悩みの内容、まあ、読めば分かりますけれど、よくあるのはいじめでとかじゃない、でもそのいじめレベルじゃないと悩んじゃいけないのかってそういうわけでもないと思うし、いじめだったら別に休んでもいいけどとかじゃないじゃないですか。例えば千葉くんは正義感が行き過ぎて余計な一言言っちゃうっていうね、たまに絆な部分があって、でそれによってね、なんか周りから千葉様っていう風に言われるんですよ。あ、出たよ千葉様みたいなね、なんか雰囲気わかると思うんだけど、あ嫌な感じだなっていう、こういう微妙なところをついてきていて、そこにリアリティを感じましたね。あ、ただオチはね、リアリティというよりかはこう夢を取っているので、ね、お笑いが好きな子とかいかがでしょうか。
児童書は以上です。対象年齢はやっぱ小学生 5,6 年生以上になってくるのかな、いずれも。そして読書感想文におすすめです。ということで最近読んだ小説9作品紹介しました。前もこんくらいの量で紹介してたと思うんですけど、好きな作品が多かったからなのか何なのか、めちゃくちゃ長い時間の撮影になりました。もはやその場撮りでもなんか一冊での書評できたんじゃないかなんていう気もしますけれど、たくさん紹介することでなんか一つね気になるものなどがあればなーなんて思っています。今回の傾向としては7月ぐらいから文庫フェスが始まったので、その大賞本と、芥川賞直木賞も発表されましたので、その本になったかなって紹介した中で気になる作品があったよっていう方はぜひコメントで教えてください。そして小説もあれば小説以外の読んだ本もあるということで、こちらもねまた別途動画にしたいと思いますのでお楽しみに。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いな、参考になったなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。チャンネル登録の後ベルボタンを押していただくと通知がいきますので、早く動画をチェックしていただけるかなと思います。それではごきげんよう。